ヨゼフです。小学生の算数の問題について解説します。それでは、始まり、始まり。はい。算数のですね、文章題について解説しています。今回は、株足算その2ですね。例題を見てください。何人かの子供たちに、クッキーを1人に4枚ずつ配ると27枚余ります。同じクッキーを1人に6枚ずつ配ると3枚余ります。子供の人数と、クッキーの枚数を求めなさい。 もちろんですね、子供の人数を先に計算で求めて、クッキーの枚数はそれを元にして計算をさらに進めていきます。いかがでしょう。はい、それではですね、解説していきます。クッキーを1人に4枚ずつ配った後、余った27枚のクッキーを使って、1人に4枚ずつから1人に6枚ずつにしようと思います。 追加で一人に何枚渡すのかと言いますと、6-4で2枚ずつ渡していけば、一人に6枚ずつになるんですね。ところで、同じクッキーを一人に6枚ずつ配ると3枚余ると問題文にあります。一人に4枚ずつ配った後の余った27枚のクッキーをすべて配るわけではありません。実際に配るクッキーの枚数は27、27-3で24枚なんですね。24枚のクッキーを一人に2枚ずつ配ると、一人に6枚ずつになりました。 これ、子供の人数は何人かと言いますと、24÷2 で12人なんですね。子供の人数が分かれば、クッキーの枚数を計算することができます。なぜかというと、子供たちにクッキーを1人に4枚ずつ配ると27枚余ると、問題文にきちんと書いてあるからですよ。クッキーの枚数は4、4×12 足す27で計算すると、75枚です。さて、この問題もですね、別解を用意しておきました。 えー、クッキーを一人に4枚ずつ配ると27枚余り、同じクッキーを一人に6枚ずつ配ると3枚余るという問題でしたが、配る順序を逆にします。問題文を読むと一旦4枚ずつ配って、その次に6枚ずつ配ってますが、逆に配るんです。クッキーを一人に6枚ずつ配った後、子供たちからクッキーを回収して、一人当たりのクッキーの枚数を4枚に減らすことにします。すると、余るクッキーの枚数は3枚から27枚に増えるんですね。何枚増えたかというと、27-3で24枚増えました。つまり、十四枚のクッキーを回収したことになります。 回収するクッキーはですよ。子供1人あたり1人につき6 4で2枚なんです。子供1人につきクッキーを2枚ずつ回収した結果、クッキーが24枚増えたんですね。子供の人数計算できます。子供の人数はですね、24÷2 で12人です。さて、子供の人数が分かったところで、子供たちにクッキーを1人に4枚ずつ配ると27枚余るわけですから、クッキーの枚数を計算できます。4×12 足す27で75枚です。 え最後、クッキーの枚数の計算方法はもう一つありまして、または、同じクッキーを1人に6枚ずつ配ると3枚余る。こちらを使いますと、クッキーの枚数は 6×12 足す3で、もちろん答えは同じ75枚です。最後はですね、あの、なんか余計なことは書いてあるんですけども、注意として、子供の人数を求めた後、クッキーの枚数を計算する方法は2人あります。まあ、当たり前のことなんですけれども、どちらかじゃないといけない。そういう規則はありませんので、好きな方で計算して構いません。いかがでしょう。 最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいね、と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。